はい、山寺です。今重曹に来ております。これからですね、重曹屋さんにちょっとね飲みに行きたいと思います。今から行ってきます。ここがね、以前ね火事になったね、小便横丁というとこですわ。もともとね重曹屋さんはねここにあったんやけど、一時ね移転されて、ほんでまたねここに戻ってきてもらいます。重曹屋さん今から入ってみたいと思います。行きます。はい、今ね重曹屋さんに来てるんです。撮影許可いただきました。でね、ここはねやっぱりね、しょんべん横丁がね、あれですわ、火事になってから、ありがとうございます、すいません、しょんべん横丁がね火事になってからね、一旦違うところに移動しとったんですけども、移転しとったんですけども、今またね前あった場所の近くに戻ってきてます。しょんべん横丁ね。でね、2階席がなんと2階席があってね、今私2階席に座ってね、というのはね下はねいっぱいあったんですよ。いっぱいあったので2階席に座って今から飲もうと思います。まずはですね、ハイボールシングルでね、300円。でもこれもね結構濃いですよ。こういう出し方いいですね。いつもジョッキとかでハイボール頼むとジョッキとかで出てくるんですけども、この出し方も多分いいと思います。これ多分でもねちょっとね酔うやつですよきっと。いただきますね。とりあえずいただきます。お疲れ様です。やっぱり濃いわ。かき揚げ来ました。今ね昔に比べたらね、ちょっと小さくなってるらしいんですよ。昔はねかなり大きかったんで、ハーフサイズを注文しとったんですけども、今丸々1個頼んでもねちょうどいい感じです。ほんでね、食べ方としてはね、おでん出して食べるのと普通出して食べる、2つの食べ方があるんですけども、私はもう当然ねいつものとごとくおでん出しにしました。でこれでちょっといただきたいと思います。絶対美味しい。これもう絶対というか、もう前から食べて知ってるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。いただきます。でもね、ここは美味しいんやけど、もうね、これはおでん出汁で食べるべきです。ここと一緒。ほんまにうまい。このね、出汁がめっちゃ美味しいんです。もう幸せですわ。もうこれで大満足ですよ。ほんまにめっちゃうまい。で濃いハイボール、これねシングルですよ。シングルでもグラスが結構ね小さいんで、結構ねこう効いてるんですよ。ノックアウトします。うまい。次に島味。島味言うたら普通はね薄作りが結構多いんやけど、これ見てください。この厚切りの島味ですよ。このね島味、これね普通ね、こんなんありえへんですよ。ほんまに。ちょっとねこれわさびちょっとこうつけてですね、これにちょっと醤油をちょろっとね、ちょろっとこう感じで醤油をつけて、これでいただきます。絶対美味しいよこれ、間違いない。これも自分の味なんですけど。めちゃめちゃうまい。これ油が乗って危ない。食べた時に島味の甘い油がねぶわー広がりました。僕ねこれね実はね島味にしようかサーモンにしようかマグロにしようか悩んだんですよ。最後島味正解。島味って意外とねあるようでないんですよ。ここは島味置いてくれてはるんでよかったけど、これめっちゃ美味しい。この油がね甘い。最高ですわ。これはちょっとね危険です、私にとっては。でこのまた甘みをねハイボールで流すっていう感じでもう最高。これ日本酒が合うんやけどね、ほんまはね日本酒が合うのは分かるんやけども、私は日本酒飲めないんでハイボールで飲んでる。まあせめて焼酎かなと思います。でも美味しい。皆さんもしね島味があれば食べてみてください。あとね先ほどのかき揚げ、これはもうここの店に来ると必須アイテムです。必須アイテムです。だし巻きいただきます。250円です。これねもうねお皿の中にね器の中にねだしがもう出てるんですよ。
これ絶対美味しいやつですよ皆さんね。私あの大根おろしのして食べるんですけども、あえて醤油をつけないかけないで、このままいただきて、いただ、なんか詰まっとんな、なんか、このままいただきたいと思います。うまっ。これね、噛んだ瞬間にだしが口の中に広がって、今ちょっとねここよだれみたいになってまいりましたよ。うまい、これほんまに、うん、あえて醤油かけへんかったけど、醤油かけんでもいいっす。あの、まあ、大根おろしがやっぱ醤油かけたいところなんですけども、まあ、だし巻きの、あのだしの味結構カバーされてるんで、これはこれでいいと思います。うん、まあ大根おろしのやっぱソースかけたらあかんね。醤油うまいわ、ほんまにうまい。かんこれほんまに癖になります。今日はね、なんかね結構楽しいお酒飲んでなかったし、重曹で変態だけど、うん、最高。ね、さっきから食べてるこれかき揚げね、これね、あのね、美味しさがねちょっとだんだん分かってきました。あのね、これね、スルメが入ってます。スルメが、このスルメから出るね、あのだしっていうかね、美味しいね、これほんまに。うん、うまいわ。150円ですかね、これ150円、最高。これね、何よりもおでんだしが美味しいと思うんですよ、うん、おでんだしは、仕事してますよほんまに、うん、中にスルメが入ってるから、こう噛み締めるときにこのスルメのね旨味が出てくるんですよ、口の中に。だから美味しいね、これ。分かった、うん、と思います。多分偉そうなこと言うんちゃいますけどね、うん、うまい。重曹に来たら重曹屋さん、ぜひぜひ。これね、だいぶ昔からありますよこのお店、うん。まあ一回ね、あの小便横丁が火事になったからね、火事になって違うあの場所でちょっとねやっておられたんですけど、今はもう小便横丁に戻ってるんですよ、うん。まあでも前よりちょっとお店狭くなったと思いますよ。前はね、僕の覚えてる時はね、もうちょっと広いお店でしたよ。まあ、スペースがね、まあ、ちょっと変わっちゃったのかなんかわからないけども、でも前の場所にほぼ前の場所に戻ってきてますわ、ここ。うん、ほんまに美味しい、あのおすすめですから、皆さんよかったら来てみてください。ここはね、今ね2階なんで、真ん中が吹き抜けになっててね、下のねなんか調理場がちょっと見えるんですよ。これをねなんかぼーっと眺めるのも楽しいですけどね、うん、こういうのもありかなみたいな感じですね。はい、島味、これねほんまに美味しいですよ皆さん、マジで。こんなね厚木の島味があるっていうのはすごいなと思う。結構ねほんまにね、島味いろんなところで食べるんですけど、薄造りなんです。まあ薄造りも美味しいんですよ、全然美味しいんですけどね、この厚いのもちょっと値打ちがあると思います。またいただきます。うん、やっぱりお風呂入られますか、脂が良くなって、うまい。あれは何やろ、最高ですわ。ここはほんまに美味しいわ、何食べても美味しいしね、うん、特にねかき揚げなんかおすすめですよ皆さん、うん、こう来たらもうさっきも言いましたけどね、必ずかき揚げは食べてほしい一品ですね、うん、結構ねもうね飲んで食べてね大満足しましたね。これね今からねまたねどこのお店に行こうかちょっと悩んでるんですけども、どこ行こうかな、うん、めちゃくちゃここはいいですね、うん、やっぱり昔からやってる老舗の居酒屋さんというかね、老舗の風格がやっぱりありますね、うん、でちなみに豆知識としましてですね、実は重曹屋さん、ここは座り飲みバージョンなんですけども、
隣はね立ち飲みバージョンがあるんですよ。で一緒に立ち飲みバージョンも行こうかなとか思ってんけども、この立ち飲みバージョンは、次回のお楽しみに取ると取っとくということで、またまた、違う、お店に今から移動したいと思います。今ですね重曹屋さん行ってきました。やっぱりねあのかき揚げがねめちゃめちゃ美味しかったですわ。もうおすすめはねかき揚げですよ。うん、島味も美味しかったけどね。ということです、皆さんいつも私の YouTube ね本当に見ていただいてもうめちゃくちゃ感謝です。ありがとうございます。それと、もしよかったらチャンネル登録していただくとすごく励みになりますんで、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。